皆様おはようございます。グロイン基準価格の変動要因を解説します。グロイン毎月分配型の1月5日の基準価格は2563円でした。前日比プラス 1.1%、 28円の上昇となりました。グロインの基準価格は前日のルクセンブルグの16時、ニューヨークの10時の時間に基づいて計算されています。続いて為替と株式別の変動要因です。基準価格の変動のうち、為替要因がプラス0円、株式要因がプラス28円でした。12月31日は日本が休業日でしたので、5日の基準価格は12月31日と1月4日の2日分の市場の変化を反映しています。この間、株式市場は欧米ともに下落しました。米国では新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が景気回復の足かせになるとの懸念から、S&P 500種株価指数はマイナス 0.84% の下落となりました。一方、米国の広域株指数はマイナス 1.06% の下落となりました。広域株指数が下落する中、株式要因がプラスになったのは、米国株式市場が基準価格の評価時点の後に下落したことが主な要因です。為替は小動きの中、ほぼ中立要因となりました。以上です。